タオル真っ赤です。ああいいですね、エールを届けております。まあ、まだ大きな声を出しての応援ができませんので、このようにタオルで拍手で力士にエールを届けているというお客様です。さあその中で土俵は阿炎と栃ノ心です。阿炎が先場所足首と肘の手術をしてですね、全て休みました。全休して全休明け連勝スタートいいんじゃないですか。そうですね、いいですね。今日ないような相撲を取ってましたからね。そうですね、はい、で対する今日は四つ相撲の元大関栃ノ心なんですが、栃ノ心いかがでしょうか。栃ノ心も昨日でしたかね、勝ったのは。はい、栃ノ心昨日、勝ちました。妙義龍に勝って初日を出しています。やっぱりこう、もう土俵も長いですからね、栃ノ心は。もういろんなことも分かってる力士ですから。そうですね、酸いも甘いもですね、はい、そうですね、まあ、当然回しを引けば左の上手取れば栃ノ心、はい、で突っ張って前に出ていって阿炎ですかね。ですね。でも栃ノ心同期なんで、うん、同期生なんですよ自分。ちょっと一言じゃあぜひエールを。いやもう本当長く土俵を務めて頑張ってほしいですね。そうですね、はい、そしてその一番をさばくのが式守勘太夫さん行司なんですが、実は今場所史上初この行司に懸賞がかかるという。あことでですね、はい、でしかも今日お誕生日54歳になりました。式守勘太夫さん11月15日生まれということで、博多駅マイング駅、駅地下一番街、博多駅マイング駅地下一番街というところから懸賞が式守勘太夫さんにかかっていて、はい、2番さばくうちのどちらかに毎日かかると。あでその一番で勝った歴史がもらうということ、そういう史上初の今回、ことも起こっております。ぜひそういった部分もご注目ください。もろ手突き下から起こしていく、回しに手がかかったところちょっと足が滑ったか。阿炎の勝ち。阿炎の圧力がやっぱ勝ったですね。そうですね、はい、起こされてしまいました。で今この懸賞を渡す中にその式守勘太夫さんにかかった懸賞が勝った歴史阿炎に一本入ったということになります。決まり手引き落とし、引き落としで阿炎の勝ち。リプレイです。ここで栃ノ心は左の上手掴めればね、取れればというところだったんですが、また展開は変わったでしょうね、はい、させませんでした。ちなみに補足なんですが、式守勘太夫さん今もう土俵降りられたんですが、2017年にギランバレー症候群にかかられたんですね、はい。で自力で歩けなくなったんですが、18年初場所から5場所休場してリハビリをして、その年の九州から土俵に戻ってきたということで、まあ、そういう部分でもこう応援したい、そういう行司さんがいるっていうことを知ってほしいということで、懸賞をかけたところがこういう試みで行司さんにかけるという試みを今場所から行っているそうです。はい、はい、アベマ大相撲ライブ11月場所現在3日目幕内前半戦の模様をお届けしております。ご覧のスポンサー